宇宙パトロールルルゴは、トリガー制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2016年4月から6月、ウルトラスーパーアニメタイム枠にて放送。トリガー設立5周年記念作品。銀河指定宇宙移民地区、小木久保に住むルル氏は、同居する父親が、宇宙パトロールの刑事であるということ以外はごく普通の、女子中学生だった。ある日、父親が、 突然フリーズしたため、父の職場である宇宙パトロール小木久保支部に駆け込んだところ、オーバージャスティス本部長から宇宙パトロールの隊員に任命された。そして、ルル氏は学業や恋愛に勤しみつつも、宇宙パトロール隊員として、宇宙犯罪者たちから小木久保を守るべく奔走する、日々を送った。シーズン3以降の一部の回は、自社制作作品へのオマージュが取り入れられている。 2016年9月14日に全13話を収録したブルーレイディスクが発売された。宇宙パトロールおぎくぼ支部広報課のタイトルで2016年4月1日から6月17日まで公式サイトにて配信された。クリエイティブディレクターの若林博司会がパーソナリティを担当しスタッフやキャストがゲスト出演した。毎週金曜23時30分更新。 南北によるコミカライズ作品、ウルトラジャンプにて短期連載された t v 本編とは違い学校生活等の日常がメインの4コマ漫画、単行本化はされていない。ありがとうございます。